第一不評師団は、大韓民国陸軍の師団の一つ。第一師団は1947年12月1日に、創設された第一旅団が発展したもので1949年5月に、ソウル近郊の水色で編成を終えた。第一師団は、水原で編成された第11連隊、郡山で編成された第12連隊、音陽で編成された第13連隊を基幹とし、 後に、野戦公兵大隊と、第六公兵大隊が配属され、当時の韓国軍裁量の師団であった。第一師団は、海州から赤城までの 90km の範囲の38度線警備を担当した。1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発し、第一師団正面には、第206機械化連隊の支援を受けた第六師団主力が、海上方面を、 第203戦車連隊の支援を受けた第1師団が高波裏方面に進行した。第1師団は臨進行を障害にして北朝鮮軍の進行を阻止した。26日午後に戦車の進行で防御線が維持できなくなった時には開戦前に構築しておいた予備の笹久川線に交代し体制を立て直した。韓国第一師団は北朝鮮軍の進攻を阻止していたが、 28日には北朝鮮軍がソウルに突入し、さらに韓国陸軍本部による人道強爆破と観光と臨信校の合流点で、溶かした北朝鮮軍部隊の進行によって、退路を遮断され、観光以北に取り残された。ソウル陥落の方を聞いた、師団長は交代を決意し、現戦線からの離脱方法と溶過点を協議した。午後2時頃、 師団は全砲弾を撃ち尽くすまで砲撃して、反撃を装い、師団主力を攻守、一部を二山裏で溶かした。追撃する部隊はいなかったが、迂回とかした部隊が対岸で待ち伏せており、大損害を被った。1950年7月4日、宝徳川里で北朝鮮軍第二師団の戦方を待ち伏せで撃退した後、陸軍本部の命令で平沢を経由し、 鉄道で、鳥、松室院まで交代、清州を経て、筆つに至った。筆つで再編成し、第5師団等を吸収して、兵力は5000人に増えた。その後、韓国第1師団は7月8日から22日まで、影城演じ山、米院道沿いに地帯した。しかし金以上に、北朝鮮軍第15師団が出現すると、直ちに転身を命じられ24日まで、 北朝鮮軍の進行を防いだ。25日に韓国第二軍団霊下となると、昇州で再編成を行い6000名規模の兵力になった。翌26日、第六師団の増援のため、栄光に前進し、北朝鮮軍第一師団、第十三師団と攻防戦を繰り広げた。その後、第一師団は栄光の戦闘から離脱し、昇州を経て交代し、 8月2日から3日にかけて、落東里で落東港の渡河を終え、不山エンジンの防御につき、大野富道の戦いで、アメリカ軍と共に北朝鮮数個師団を撃退した。1950年9月、アメリカ軍第一軍団に配属され、第一師団には、アメリカ軍第十校舎兵団の支援を受けられるようになった。これによって、 アメリカ軍師団と同等の砲兵火力を備えることになったが、この特別な措置は、フランク・ミルバーン軍団長の白師団に砲兵力さえつけてやれば、米軍師団と同等に戦えるという確信によるものだという。二川上陸作戦後の反抗作戦に参加し、北朝鮮軍の反撃を突破し、アメリカ軍第一騎兵師団を阻止していた、北朝鮮軍第一師団、 第13師団の退路を遮断した。1950年10月、平安攻略に参加、支援に来たアメリカ軍第6戦車大隊と第10校舎兵団による、不・戦、法共同作戦を展開し、19日に一番乗りを果たした。その後、霊下の第12連隊は、宿川、順川の戦いに参加した。1950年10月25日、 国進中の第一師団は、雲山で中国人民志願軍の攻撃を受ける。この戦闘で得た捕虜を尋問した結果、師団司令部は中国軍が介入したと判断した。その後も戦闘は続き、中共軍第39軍に包囲されるが、円形陣地を占領して固守し、アメリカ第一軍団の右側瀬を援護した。11月3日、アメリカ軍第一軍団と韓国軍、 第二軍団の作戦座境を、軍隅里西誕を南北に連なる線に変更したが、第二軍団正面からは、時々刻々と急迫を告げており、手当たり次第に部隊を、軍隅里地区に投入していた。第一師団は、第一騎兵士団の交代に伴って、左翼を4秒に下げたが、依然として、中京軍の大軍の前に立ちふさがっていた。第一師団の検討がなければ、 第一騎兵士団の交代は極めて困難なものになり、消耗した韓国軍第八師団が戦線を維持できたか疑わしく、第一師団は第八軍の右翼の崩壊、ひいては壊滅から救った救世主と呼んでも過言ではなかった。1950年11月下旬、クリスマス構成に参加し、広川付近から大勢に向けて進撃した。中共軍の誘致戦術を回避し、 アメリカ軍第24師団の右翼を援護しながら、整然と交代した。1950年12月初旬、アメリカ軍第8軍のピョニアン撤退において、後衛を務める。その後もアメリカ軍師団と互いに援護しながら38度線まで交代した。この交代時に、西部に投入した韓国軍4個師団で牽制を保っていたのは第1師団だけであった。 12月中旬に再び、林信港の防御に就くが、中京軍、北朝鮮軍による正月攻勢で交代する。1951年1月下旬に北進を開始して3月中旬にソウルを奪還する。1951年4月22日、中京軍の4月攻勢が開始され、第1師団は、林信港から水色まで押されるが4月30日に、 構成は収束した。構成中の4月25日に第12連隊がイギリス軍第29旅団グロスター大隊 C 中隊の隊員40名を救出している。1951年5月24日、臨進行に進出。同年12月28日から1952年1月8日まで森梅里で戦闘。 1952年7月13日から8月4日まで、全羅北道、南原及び京商南道三要地区でゲリラ討伐を実施。総統作戦終了後、サザナ川で部隊整備と教育訓練を実施し、10月1日にアメリカ軍第3師団の担当地域を引き継いだ。1952年10月、茅屋台付近の日記手市高地で戦闘。12月、 リンツエ付近のノリベティコーチで戦闘。1953年7月、ベティコーチを守備していた第11連隊、第2大隊、第9中隊、第2小隊が大体規模の部隊を撃退した。この功績で小隊長の金間術将尉に、近世大局部校勲章と主勲十字章が授与された。休戦後の1978年10月に、 第三南進トンネルを発見した。ありがとうございます。